アズシャの対応力が素晴らしいですよ、ね、はい。ここを嫌っていくんですよね、逆に。それぐらいオムデルソフトで変化をのラバー使うのは難しいので、そういう部分でも本当に。伊藤のオフサイドですね、はい、面白い展開ですね、はい、レシーブ。そういう時は伊藤選手の方が少し経験上持ってくる可能性はありますよね。打ち込んできているんだという話をしていましたね。サーブ2本伊藤レシーブ、ここもレシーブ奪うようなサーブレシーブですね、山本選手の方が。ゲームアウト明けの一本、浮いたボール、ここは返すことができませんでした。第2ゲーム伊藤のサーブからです。最初の感じがするんですよ、うまく返球されているので、あそこのゲーム取ったことによってすごい気持ちが楽になって、もう勢いが出て、ただ本当にあそこに出せばいいっていうことだけじゃないんですよね。あそこに出すからには伊藤、自信があるということでしょうね、はい、ここは、コースをうまくついたレシーブでした。6対3、3点差。ここはサーブというか、コートの一番近くにいる張本はもう凄まじいものを感じているでしょうね、はい、打ち合い制した、しっかり対応できるか。ここは伊藤のサーブ、素晴らしいですよね。打ち切った、うわー、取れた。いや、お互いストレートうまいですね、この伊藤選手のこれもいいんですけど、もう両者左右に振られながらのという攻撃になりました、はい、お打ち返してやはりまだちょっと緊張してますよね。その次の1本をどうするかということですね、はい、おー、ナイスボール。ここは返すことができる、ちょっと天を仰いだのは伊藤美誠です、はい、そういうところの積み重ねですよね。ロングサーブできました、ナイス、うわー、ナイスボール、この強烈なレシーブ、バックハンドストレートに持っていきました。あんまりいないですね、はい、はい、うわー、ナイスボール、よく取った、練習の状態もいいので、はい、やはり今その距離で我慢して戦ってるっていう状態ですけど、サーミスするともう捕まっちゃうので、あれ逆に張本選手はリードすると逆にまたそれがイメージ残っちゃうようにしたんだと思うんですけど、はい、
ただ分かって、あ、そうです、分かっててもあそこ攻めたいんですよね。あ、ナイスサーブですね。あそこに警戒行くことによって立ち位置変わるので、サーブからクロスの打ち合い、張本、しかしこの板、そしてここから2本、伊藤のサーブ、うわぁ、打ち切った、攻めてか、まず張本のサーブ、素晴らしい、ものにしました、伊藤美誠っていうのがあるので、そこの我慢ですよね。第4というところではどうでしょう。いや、まだちょっと下がってると思います。ただあのさっきの第3ゲームの終盤、伊藤がリードしています。うん、よく追いつきました。ネットに当たってオーバーです。ストレートに持っていきました。サブでいった、回り込みましたね。思っていたよりもややミドル、今このモニター見ながらだから言えますけど、これを試合の自分がやってる中で、リモトリード、さあここからですね、セブンフォーとシックスファイブじゃ全然違うので、はいはい、サブでいった、回り込んだ、おお、ナイスボール、フォアハンドです。ですから普通が通用しないわけですね。ネットに確実です。ストレートに持っていきましたが、7対7の同点です。ストレートにサーブ持っていきましたけれども、伊藤がしっかり返していきました。でももう4ゲーム全部ロングサーブ、ナイスボール、珍しい、ここで伊藤がサーブ、素晴らしいところですが、本当はタイム取っても全然いいところなんですけど、はい、サーブから返していきましたがオーバー、何を出してくるか、サーブで回り込んだ伊藤ですが、これはオーバー、果たしても10対10、この第4ゲーム、逆チギで連覇、10ゲームポイント、張本ロングサーブ、よく返した、ロングサーブ、早いラリーだ、ちょっとロングサーブも難しくなってくるんですけれども、その前に、おー、ナイスレシーブというか決定力ですよね、はい、おー、ナイスボール、うまく返球されているので、うん、ナイスボール、ここは伊藤のレシーブ、非常に威力がありました。わー、ナイスコース、この2本、すごいですね。打ち合い、変化を受けてきた、ファイブオール、回り込んで伊藤、ナイスコース、これも伊藤選手らしいですね。そしてサーブで1本、短いボール、やはり回り込まれてるんで、伊
きますね。ええー。止まりがちになっちゃうんですけど。この長いボール、回り。最後はレシーブストレートに持っていった張本ですが。